対向車だ。やばい、隠れろ。まさかの俺だけ不合格。この事実を奴らに知られたら死に勝る屈辱。伊織君は特にマスククリアが苦手みたいだね。間違えたお詫びに後ろが広いオープンカーをタダで貸してあげるさ。マジで？オープンカー？どうね。確かに広いな。開放感もこの上ないな。問題なしって。いやいやいや、すぐに8人乗り持ってこいよ。そんな大きな車うちにはないよ。なんだよこの店は。対向車だ。やばい、隠れろ。よし、問題ないな。確かに今のなら人が乗っているようには見えませんよね。死体を運搬している普通の軽トラにしか見えないもんな。何やってんの。何やってんだか。やっぱりアイナの勘違いじゃない。そもそもこんな場所で妙な真似をするとは思えん。確かに。うちは何でも揃ってるよ。遠慮なく言ってくれ。それじゃ。肉付きのいい高校生。アウトだ。こんなところで何を買う気だ。だから言ったでしょ。ここは通報するべきか。その前に一応事情を聞いた方が。人の買い物を覗き見ては趣味が悪いぞ。職業を買おうとしたやつが買えるか。絶対また何か変なこと企んでるでしょ。失敗か。このままだと死ぬほどの恥辱を受ける羽目に。さとし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 さ
酔い止め飲んでおけばよかった。あと潜る前の水面待機、あれもかなり揺れてきついな。イオリ、なんだ、もしかして酔ってただけ？だけとはなんだ、結構辛いんだぞ。入れるな！冗談だ。こんなもん混ぜたら度数下がっちまうぜ。消毒用アルコールよりきついだと？これ絶対飲み物じゃねえ。こんなもんで乾杯したら命の保証はない。かくなる上は何食わぬ顔で水でも入れて度数を安全圏まで下げる。俺はこのサークルのおかげでずっと嫌いだった今村光平の魅力に気づきました。最初は流されて始めたアニメとゲーム、もう今ではいいものだと思っています。これからは一層努力して自分から光平お兄ちゃん結婚してと言えるよう頑張りたいと。叫んだこれは。てめえ何しよる。それはこっちのセリフだ。どうした。こいつこの格好で車から降りたんですよ。あまりに暖かかったんで。うん、道理だな。リゾート地ならではの開放感ってやつか。よくあることだ。どうして全員イオリに賛同するの。じっくり見とっちゃらけ脱ぎんしゃ。ああ、気持ちってそっちか。いや、そう言われるとなんか。ほうほう、そうかそうか、ならうちが脱がしちゃれ。待て、落ち着け。じゃあ次は公平あったまい。何